さんこんばんは。子ども地球サミット2013広報番組始まりました。イエーイ。プーさんがいますが。プーさんがいます。はい、リナです。あずみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2013第1回目じゃん。はい、すいません、下が21になってる。21？ 2012になってる。ほら、プーさんです。すぐ変えます。よろしくお願いします。これはちょっと後で出番があるのね。はい、すごい首がなんで2011。おーい、かわいい。はい、ということでね、ごめんなさい、テロップも2013に変わりました。変わりました。イエス、イエス、こんばんは、皆さん。こんばんは。今日は誰が来てるかな。あ、今日はクメラさん、ほのか、こんばんは。南ずっと見てくれてるんだ今。レイナも来ました。こんばんは。ほのかお疲れ様です。南いるか、南。まだ来てませんね。あの友達がですね、ね、うん、そう、あの先週、うん、先週私たちが番組やってる時にちょうどツイッターでつぶやいてたんで、うん、見においでーって言ったら、うん、毎週見てくれるって言って、そう。え、友達が？いや、見においでって言ってないんですよ、それが。うん、言わずに、なんか毎週来るって言って。中学生増えてない急に。何中だってフォローとか何中の子いっぱい来たで、伊藤さん7人ぐらい来てる。で、誰も分かんないから聞くまで無視してる。多分私の、私とあずみの友達とかは、そう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 、私とあずみがフォローしてるから、伊藤さん分かるよな。それだったらやるけど、そう、分かんないけどさ、急にここだよ。だから、はい、1300人超えたもんだから、フォロワーが。すごい、いいな。そうだ、80何人しかフォローしてない。すごい、うん、さすが。まあ、高塚関係がでも多いみたいな。はい、はーい、はい。ちょっと待って、俺もつぶやきます。ということでね、あと明日が過ぎれば夏休みも終わりです。終わりです。なんか早いんだよね。はい、でも私学校行きたいです早く。なんで？つまらないから。家行ってもなんか全然やだよ学校。いや、学校楽しいけどなんかね。夏休みがいいの？だってさ、勉強嫌じゃん。そうだけどさ、だってさ、夏休みの宿題をぐーたらやってるよりはさ、授業受けてた方がよくない？あ、でもみんなに会いたいっていうのはある。そうだね、友達会ってないもんね。そう、あのさ、部活がない時期あったじゃん。あったね。すごいいっぱい。そう、あったね。そう、あの時に本当に何していいか分かんなくない？うん、でもずーっと家でゴロン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 。宿題しろや。いや、宿題をやってからの話。あ、なるほどね。そう、何今日お前ブリッコみたいだな。なんで？その人形。だってさ、どうやって出演しようと思って。ブリッコじゃないし。ここに置いとこう。まあ今日2013の第1回目配信だね。いよいよ持っときな。踏んでくな。踏む？はい。はい。いや、なんか変な感じする。みなみもよく見てくれてるよ今。はい。みなみはね、大芝ちょうどその日コンテストなんだよ。やだこれ。すごく残念だ。もうよくない？もうテロップに隠れちゃうか。ツイート、ほらやっぱり安住刑事、安住の関係者がとか。そこまでしなくてもいいじゃん。いや、だってテロップに顔がかぶっちゃう。はい。さあ、今日、はい、司会者。はい、ということで、まず最初は、ウパ散歩です。ウパ散歩、今回。まだ続いてるの？2013で。え？新しくならない。もう、なんか、もう、新規一点で。まだやるの？ウパ散歩。そんなこと映るに聞こえてもね。ねえ、やりますよ、そりゃ。やんの？え、ウパさん、でも、あの、今後広報番組で別に必要ないってなったら。ありますよ、必要。いいですよ。ありますよ。あずみ、正直言えよ。正直ですよ、あるある。ということで。さっき言ってたんじゃないの？え？お盆を機に、もうあの世にちょっと帰ってもらおうって。言ってない。あの世とか言わないでよ。あ、はい、あ、みきちゃん来ました。みきちゃん、あ、みきだ。グッドイブニング、みきちゃん。みきはね、あんまり番組的には言えないけど、
応援してるよね、みんな。応援してる、応援してる、まあ頑張ってミッキーラーボー、ミッキーおっと、かわいいわ、かわいい、かわいいってうちが来週大芝見に来てくるんだね、ミッキー。イエーイ。まあ大芝別に みんな目的じゃないと思うけど見てよ、そうなんですよ、あれなんです、そう、あれなんですね。まあそれはまた番組的にはまた大ハッピーになれば思いっきりなんかパーティーできるよね、うん、ですね、大ハッピーになってほしい個人的に、ね、なあ、ミキ、ミキのファンも多いし誰かのファンも多いし応援してますよ、はい、ね、知らない方はわからないですよね、ちょっと伊藤さんはね、はい、ちょっとやきもちもあるんだけどね、ミキのファンだから、ね、マイカに言ってんね、いつもお前で、あいつがマイカでかいタレだと思うとさ、俺はミキが可愛いからお前妹だから面倒見てるの、勘違いすんなよって言ってる、いつもなあミキうんっつってはい、じゃあ上向いてる、今日はあの上向いてるほら、うん、はい、どこ、じゃあウパ散歩からいきますか。はい、ウパ散歩第200回目で、大芝高原200回記念だぜ、ねえ、すごいわ、すごいな、続いた200回ってすごいね、200週間ですもんね、200週間、そうそうそう、200週間、だから2年初めてやった時はもう毎日やってたからさ、1400?14001万4000日なんで200週間やっぱやめた、あ、何か言おうとしてるの、分かった分かった、うん、それもし答えるんだったらウパさんも流れる時に考えよう、またウパさんと並んでるとき何にも見てもらえない、あ、そういうこと、200回記念も200回記念見ようだ、見ますよ、ちゃんと見ます、見ますよ、見ます、キーワードはウパさんと流れてる間に修行さんじゃないから、何だろう、毎回それブリッジじゃん、それよくないんじゃない、あとよく考えたら、うち散歩ちゃんと見なきゃ、伊藤さんがいたね、ねえ、伊藤さんがいつもうちへ落ちちゃう、お前ら大体さ、ウパ散歩があるから適当な打ち合わせで、なんでそんなことないよね、ちゃんと聞いてよね、じゃあ始まる前に、そう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 、今日の予定教えてくださいって言うんだ、そう、ちゃんと言ってね、なんかね、ごちゃごちゃなって、じゃごちゃごちゃなってくると、なんか伊藤さんが大丈夫大丈夫大丈夫、あのこの続きはじゃあパサンポの間考えようとか言うじゃん、言う言う言う、でもどっかでウパサンポ助かってるよな番組的に俺さ、清水さんね、ええ、俺今年一番笑ったのがね、この子供地球サミットのアズといる時だったんだよ、いつもなんで笑ったか思い出さないの、何にネタだったかが、ほんでこの場にいつも聞くのよ、田島久美さんネタなんだけど、俺ね今年一番本気で笑ったのがその時なの、すごい、もう板さん壊れてたもん、会議中でしょ、会議中、そのサミット会議中なんだよね、そうそうそう、そう、はい、じゃあ行きますか、リーナさん、え、はい、あずさん、なんで私なんだ、はい、リーナ、はい、あ、はいはい、ウパ散歩とは、お、お、お、はい、ウパ散歩とは、子ども地球サミットが行われているここ長野県のいいところを、清水製作チーフが散歩をして世界中の皆さんにお届けする番組企画となってます、お、お、はい、お、なんか中2って感じするわ今、はい、はい、それでは、いいですか、クマにもやらせてくれよ、はい、いきます、あ、せー、これ見えなくない、はい、こっちの方がいい、せーの、はい、VTR R スタートみさん、こんにちは、今日は信州大芝高原、ここは、子ども地球サミットの、子どもたちが宿泊したそして遊んだ森でもあります。今日はセラピーロードをご紹介しましょう。このように地図が書かれています。このセラピーロードを、子ども地球サミットの、プログラムの一つでもあります。
このように、イージーコース、ライトコース、リフレッシュコースと、コースによって長さが違います。今回子どもたちが歩いたのはライトコース。そして、2010年度では、この大芝の森の中で、小鳥の巣を作って、今この森の中にその巣を、設置してあります。この中はですね、とっても、気持ちの良い空気が流れています。この、草木を見ながら子どもたちは何を考え、何を思ったのでしょう。ちょっとしたあずま屋がいますね。ここでは、休憩をすることができます。この森の中、地元の人たちも、自分のウォーキングやあとは、お散歩コースとしてこのコースを歩いている方たちが多いですよ。今の時期やっぱり緑が多くてとても目に良さそうな歩きやすい感じですね。お、そしてあ、どうやら、この中には桜の木もあるようですね。霞桜、バラ科なんですね。初めて知りました。あら、こちらにも五大看板、いろいろな、木が植えられています。そして、この中とても涼しく、マイナスイオンがたっぷりですね。そして、地面を見ますとこのように、木材ですかね、この木の、道路なのでとっても柔らかくて歩きやすいです。小鳥もさえずってますね。そしてセミも鳴いてます。夏を感じますね。この中、子ども地球サミットの子どもたちはみんなで列になって、でワイワイ騒ぎながら歩いています。早朝になると、この木の中カブトムシもが、つく木もありますよ。ぜひ皆さん見てみに行ってください。このようにシダ植物とかいろいろありますね。このセラピーロード、県の方からも認定されていて、とても、体にいい道だということで、遠くの方からも歩きに来る方がいらっしゃるようです。カブトムシ見つからないかな。この中では、本当に虫になれますね。それでは今日は、この森林浴セラピーロードの、道からお届けいたしました。それではまたお会いいたしましょう。アズリナーバイミー。何何、あ、せーの、アズリナーバイミーすいませんでした。見てた。見ました、見ました。本当見てましたよ。200回記念だしね、さすがに。はい、さすがに見ましたよ。セラピーロードよく行きますよ。というか、この前の3日間でね。そうですね、私たちもお散歩に行ってまいりました。
あ、そうだ。そうです。そしたら、あずみがヤンキーのジンベ来てた時。違う、3日間だよ。あ、そうなんだ。ヤンキーのジンベじゃないよね、あれ。別に夏祭りじゃないよ。でも、全然ディナー的な2人で写ってたじゃん、写真。一人ヤンキー、憎たらしいヤンキーと。なんでよ。ディナーすごくシャリっぽく写ってたじゃん。ヤンキーじゃありません。あ、常磐特会さん来ました、こんばんは。こんばんは。あとですね、うん、VTR 中に、はい、でウッシーが来てくださって、いいですね。お世話になりました。お世話になりました。お疲れ様でした。おじさんも、あ、大芝高原、ウッシー現場にいるよ。ウッシーとあと安野ちゃん、安野さんも、安野ちゃんもで、終わってからね、打ち上げしてあげるの、うん、その日はね、ウッシーがだってあんだけ忙しかったのに、次の日仕事でウッシーとね、南のお父さんとか、やっぱりあとトピあんだけ写真撮ってくれてさ、打ち上げできなかったじゃんね。だから25日にやるの、はい、うーん、ウッシーカメラワークを変えました。はい、さあ、お、タダ君だ。お、こんばんは。お、こんばんは。お世話になりました。 お世話になりました。ありがとうございました。今、ニュースリームのバッグどうぞどうぞ。今、ね、お世話になりました。どこにやるかな。にくい、にくい。なんかふわふわしてるから。あずとか見たっけ、非売品の。そこ、りなさん、ほら、この人形。うん、先週やった。あ、先週やった。やったっけ。じゃあ一応置いとこうよ、この非売品ね。出ました、第2弾。はい、非売品、非売品ですよ、皆さん。非売品なんだよ、非売品なんです。ちょっと、しますな。あ、非売品。じゃあ、進めますか。今日後半は大芝高原、みんな、大芝高原祭り出演する子たち来てくれてるから。あすみが来てませんけど、ボスはね、なんか見れないんだ。あれだ、リード、かわいそうだな、何遍もチャレンジしてるけど。リードなんか、すごい、ダンスがめちゃくちゃ上手くなってるね、だって。誰がですか。ウッシーのリナのこと。ありがとうございます。すいません、アズも踊ってたんですけど。大丈夫です。いや、リナはね、リーダーですから。チヤ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 。いや、でもリナのダンスはさすがです。お世辞にしか聞こえない。でもすごいね、すごい。はい、どんどん。おー、上がってますね、ぐいぐいと。ありがとうございます。はい、そしてでは、大芝祭りですね。はい。あ、ね、まずは、この間の、はい、打ち上げ。いや、はい、その前に、お別れ会のおまけ映像。あー、あれね。はい。エア楽器。すごいなんか楽しかったんですよね。まあ、あれが子供地球サミットらしいって言って、やっぱり、うん、アーカイブがね、どんどん上がるの。で、今、ダイジェストじゃなくて、ソングスコンサートの本、YouTube にアップした公開像度のやつがやっぱり100人超えて、そこになんとヒルクライムの広告が入ってるから見てみな。だから見ました、見ました。雨天が、君らの踊った雨天がヒルクライム側が OK って言ったことだから、すごいね。もうソングスコンサート1回もう何回も何回も繰り返しで30回ぐらい見てる。いいよね、でもたくさん見てるな。で、うん、絵面がいいんだよね、今回。なんかな、で、クミさんの いつもだったらゲストのコーナーっていうとこだけだったじゃん。だから今回やっぱりみんなそれぞれが、小学生はもうちょっと弾けさすかなと思ったの。でもあと、最後のとこはそうだけど、あとディナーと前のところのあそこもなんかステージリングだけ見てたら、おおと思ってな。大したもんだよ。じゃあ、もう一つ、おまけ映像いきますか。はい。はい。いいですよ。用意できました。はい。今回は。今回の打ち上げで最後にみんなで、これで解散だったんだね。みんなで弾けて、そう、毎年こういうシーンあるよね、なんか。はい、どうぞ。はい、じゃあ次は、はい、はい、せー、 VTR スタート。
おいおいおい。
また会うな、みんなな。こうやってまた会うな。よーし、何回やるんだこれ。4回やった。4回 ?3 回?3 回。はい。これすっごい盛り上がった。ね、楽しかった。リナ、お前、そう、病院は大丈夫だったの、この間の。ほんと、大丈夫。わからなかったんだけど、原因は、咳の原因は。でも、咳止めの薬を、強力なやつを飲んで、あと他の2種類飲んでるんで、良くなるでしょう。気合入ったね、今日ね。気合入れ。咳が治らないと登山に行かせてくれないんです。え、お母さんが。ダメだよ、来てリナ、ね、行くけど絶対行くよ。うん、行く行く。さあ、じゃあみんな公開で大芝高原の、はい、打ち合わせを、今回ですね、じゃあ構成を見てもらおうかな。はい、はい、画面の前にいる KC 諸君も今回じゃん、構成表です。大芝高原の舞台自身はね、ラッキーなことに翔ちゃんがね、舞台監督で入ってる、全体の、うん、ラッキーです。はい、安野ちゃんとかすごい緊張してくれて、やっぱり KC に関してだけ怒るからね。すごい練習までして、今音源まで全部先にくださいって言って音も聞いてくれてる。じゃあね、はい、どういう流れでやるか。まず津波、緊急津波警報の中で、これ全部繋いだんで音で、今日あと一回通してみんな、先に打ち合わせで、ダンサー板づくで、はい、まず司会者が KC の紹介してくれる。じゃあ でその司会者がパンと Here we go っていうのやめてもらって、それでは KC お楽しみくださいって言ったら、すぐマイクはリナに変わって、リナが袖でもうステージの横でで、開演前の注意、はい、開演に先立ちましてお客様にご注意を申し上げます。まもなく、あ、ちょっと読んでんじゃん。はい、え、はい、はい、開演に先立ちましてお客様にご注意を申し上げます。まもなく本番が始まりますが、演出上初めに地震警報が流れる場面があります。皆さん慌てないでくださいね。それからお客様にお願いがあります。今年は東日本大震災の復興を願って、みんなで大きな声で歌うことをテーマとしています。お客様もぜひ私たちと一緒に大声で歌ってくださいね。ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、でダンサーが、まずじゃあ次地震警報、今日後で通すからな。地震警報流れました、はい、流れたらダンサーだけいたずきます。でダンサーいたずいたら、これ、ね、全部曲つなぎなんで全部、はい、はい、そのままダンスがほのか、あずみ、りな、かほ、りさで、ぬいぐるみ、なんと今回は前の代わりに、はい、前がね受験合宿でもうね勉強が、入っちゃってたんで、で、はい、そのプータローくんに、プータロー、出てもらいます。プータローです、まあ、このちゃんと綿を詰め直しました。綿を詰め直して首が起きて、こんななってたんですよね。で今日リナさ、後でこれ通してる時にこの曲もずっと通しながらやるんだけど、一回な、その時イメージをここでイメージだけはな、ちょっとしゃべりながら、はい、でリサが前の役と二役やるもんね。で途中でリサが、はい、リサにその役やってもらうわけだもんね、リサの役に、はい、はい、でクマをモチーフにしてやって、はい、曲が終わったらすぐにプレシャスバンとボーダスがあるので、リナはあえてリナらは全員、はい、着替えに行きます。で、アズミだけそこに残る、はい、で、アズミはそのままアズガと、リサとアンチで、特にアズガ今日この間の台本ある構成表この間の、この間のやつ
子供地球サミットのリナも、ボーダレスとかのリナはボーダレスの あそこで子供たちが出たところをお前らがやるの前奏の中構成表、今ないです。で逆にあじゃあ見せてやって、まず置いてきた あるチミさん子供地球サミットの構成表そこの部分の前奏のところ特にそこをダーンと盛り上げて、はい、子供たちには KC の子供たちはどちらかというと弾けて一生懸命歌わそうに集中させそう、はい、でアズがこの、プレシャスワンはアズがだから引っ張ってあげる。特にアンジと、リサ、すごく歌はすごく上手くなってきてるんだよね。で今テーマはね、あと弾けさせてあげることかな、カーンと。でアンジなんかもリサも笑顔ですればめちゃくちゃいいじゃんな、うん、で綾乃と真由美は多分弾けると思うんだよ。ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。だからリナとリナはすごく逆にやりやすいから、まあ、面白くもっと弾けさせたらいいと思う。綾乃なんか多分跳ねますごく絵づらいと思うんだよ、あの二人。はい、でまずプレシャスワンのボーダレスをメドレーでやって、ボーダレス、はい、拍手終わったらまずねすぐに BGM が流れてる、あのオルゴールバージョンの明日来てる。でその中でアズが急に歌えればいい、はい、でここの後でやるな朗読で、そしてその気持ちを歌にしました、ここな。そしたら PA がフェードアウトされて聴いてください、ノンタイトルで今日通してやってみる、20分前まだ大丈夫な、7分間するで、ノンタイトルが終わったらすぐ明日はきっとやってくる。あ、で、ノンタイトルの時に、マイカ、ギターで、コンガが翔太とアスミで、はい、アズミとホノカがコーラスで、みんなはだあのノンタイトルはリナは踊りのとこだよね、一緒に踊ってもらう、はい、今日は後でイメージだけ座ったままでいいからやってみようね。ノンタイトルみんな踊る、うん、みんな踊る、全員だよ、もう全員いるからな、ここもステージ全員で、全員でやる。当日カホちゃんに教えないといけない。あ、そうやろう、カホちゃんとあとメメタのメメタ。ただあ、じゃあ弾けて踊れる子はいいけど、あの曲に対して弾けるというか、弾けるっていうのはやっぱ弾けてもらわないから。だから例えばだよ、メアに言ったら違うメアを出すだから OK だな。それをお客さんから見てさ、弾けてるっていうじゃんな。決めのところを一つ作って、うん、そこのところのあの、うん、なんか歌がないところの感想、うん、のところでなんかポーズみたいなやつみたいな、ね、リサイタルは KC のリサイタルは基本的にさ、あのまあ及田さん発表会ってことはあんま好きじゃないけれども、まあ、それでもその成果発表っていう意味のな、なんかエネルギーでいいんだけど、やっぱり表で出るときはやっぱりちょっと厳しいけど、とりあえず出しとこうっていうのは絶対やめてほしい。やっぱり弾けたことか、今でなかった笑顔をやったことかで、誰が見てもさ、わあのダンスかっこいいよねって言われる部分をやっぱり持っていかなきゃいけないね。それはやっぱり厳しいけど、その判断はできなきゃいけないな。で逆にもうちょっとの子は練習してきてもらったよな、もっと弾けてきてくれってな、笑顔を思いっきりとかな、でそれは任せな。で伊藤さんだって今回出ないからな。でノンタイトル終わったらすぐに明日切ってやってくるの一番だけワンコーラスだけが流れます。でその後もうすぐ、はい、ダンスバージョンが入ります。でこれはほのかとあずみがメインで今回ショータース。ただね、あ、さっき言っとく、明日ねプレシャスワンとボーダレスをメア、あ、メア来ないのか明日、うん、じゃあもうメアもう本番だけどね。じゃあお前どこかでチェックしないと、学校でできる、学校で、オッケーオッケー、やってあげて、はい。で、じゃあね、メアは今晩はなし。じゃああとはレイナがプレシャスワンとボーダレスちょっとできるかどうかだな。レイナ聞いてるか、プレシャスワンの中基本的にはショータとボスは今のところ大丈夫だな、バッショイだぜ。はい、でダンスバージョンが終わってダンスが終わったら明日聞いてやってくるの後半が入ってきます。はい、 OK、 じゃあね、とりあえず、あ、そこはなーなーなーところ、これは、はい、で、一回じゃあね、とりあえず通してみる。で、今ちょうど番組今36分なんで20分このままやってみる。20分以内で終わるからちょっと測ってみようか、はい、で、とりあえずこのまま音流すけれども、MC のところ、あの、これさ、ボーダレスの MC が、うん、子供中さん感想のところも、うん、
と子供地球サミットのファイナルステージ違うもんね。そこは変えていく変えていく変えていく、もう適当でいいや適当。要は前奏の中でみんな盛り上がっていこうと、でみんなでもう知ってる人もいるかもわかんないけどとか、子供地球サミットのオリジナル曲ですとか、曲の名前を教えてあげてほしいよね。あ、それ最初にキーワードで言えば、キーワードないの、もうずっと音楽勝手に流れてる。あ、じゃあいきなり前奏始まるから、その最初にある言葉を持ってきて、うんうん、それをなくせば、あ、それを任す、そういうこと。あ、します。もうそのセンスはもうお前ら分かってるじゃん。はい。急にやる。じゃあ見せてもらって。あ、ごめんごめん。タイムでこれでかっこいいかどうか見ててね。はい。はい、ちなみにはい、打ち込み音源なんで、このままいっちゃいます。リナ、これ、はい、じゃあ翔太も。明日頑張ってくれ。これフルだったっけ？映画通してみるよ。フル、わからん。ちょっとこれでどういう感じで言えばいいかな。どうした？それを読めばいい。これ全部？うん。なんか。どっちで行こうかな。こっちの方がいいかな。いいと思うよ。ありがとう。よっしゃ。伊藤さん、はい、MC ってリサとアンジですよね。違う、だから。あ、そっか。歌、MC のところは全部中学生、お前らがやる。で、盛り上げて煽ってあげることはやっぱ屋外ではちょっとまだ難しいと思ってる。ただ、歌を一生懸命とか、で、感想は全部外しちゃったから。今からこのバージョンで歌うからね。はい。覚えといて、はい。すごくショートバージョンだ。あ、感想全部。いなかったらいいと思うよ。そうです、社長来ました。はい、おお。あ、翔ちゃんちょうどよかった。翔ちゃんいる？います。ちょんちゃん、じゃあ今からね、大芝の、リハをやります。じゃあ、はい、司会者の、司会者じゃあ伊藤さん、司会者、清水さん、司会者原稿ある？あります。あ、じゃあ司会者原稿、君が。で、司会者原稿終わったらディナーの原稿。はい、よし、頑張ろう。はい、どうぞ。もしばに来てくれて子供地球サミットの見に来てくれてありがとうとか言わなくてもね。はい、行きます。じゃあオンタイムで今4、3、はい、はい、どうぞ。あ、前の原稿ですよ。キッズセッションクラブ、略して KSC は毎年夏にここ南美濃村で行われている子ども地球サミットに参加している。歌って踊って演技するエンターテインメントチアというアーティスト集団です。今年の子ども地球サミットのテーマは東日本大震災復興支援で、今年南美濃村のふるさと大使に就任した元宝塚歌劇団の田島久美さんと一緒に共演し、被災地にその思いを届けました。今から行うステージはこのそのテーマに基づき作った子ども地球サミットオリジナル曲「明日はきっとやってくる」と KSC メンバーである中学2年生の赤堀あずみちゃんが作詞した楽曲ノンタイトル、そして被災地の自立を願ったダンスなどをメインにお届けします。ぜひ皆さんも東日本大震災の復興を願い、私たちと一緒に大声で歌ってください。よろしくお願いいたします。はい、開演に先立ちましてお客様にご注意を申し上げます。まもなく本番が始まりますが、演出上はじめに地震警報が流れる場面があります。皆さん慌てないでくださいね。それからお客様にお願いがあります。今年は東日本大震災の復興を願ってみんなで大きな声で歌うことをテーマとしています。お客様もぜひ私たちと一緒に大声で歌ってくださいね。ご協力のほどよろしくお願いいたします。今ですね、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。はい、ダンサー近づいてます。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してが来ました。ありがとう、ありがとう。ちょっとね、ごめんね、今ね、
パソコンが異常に重たくなってて、はい、今飲みます。これ再起動します。はい、はい、今ダンスの人形がいるよね。はい、リサとカオちゃんとこれ出します。はい、今アクション二人身を寄せ会いたいから、カバンから出したアイアイガザー This is my upgrade。 アスファルトが濡れてかぶったあのフレーバー、アマムとマジリのミュージックプレイヤー、首からぶら下げ今日も確定。今痛めの日は痛くなる頭が出る出るポーズも今は下げ、アジサイ開く夏よ、荒れたと思えば降り出す、またすぐ濡れた靴、冷え切った体、灰色の雲の隙間からは未だ見せない日の顔、なめやかりの西をまとう、空に願いを唱う、二人願いを唱う、まるで愛言葉。ダメ、やめ、やまないなら俺が大人、お前の大人、そして願いを唱う。ダメ、ダメ、やめ、やめ、雲の切れ間から差した光、あなたとそこまで旅立ちたい、絶え間なく動くバイパー、視界が開く空な、もう少しで着くよ、晴れてく天気に晴れる気持ち、にわか雨で荒れ絶えず祈り届き、晴れ渡るそこには待っていたかのように虹がかかる、虹がかかる、君は笑う、もう降ってないよほら、迎える最後の夏、空が暗いともやく、濡れた体乾かす、それがお前の大事、沈まない大音が、そして願い音が、雨やめ、のち晴れ。パソコン調子おかしいけど、このまま続けます。で、リナ、ここ MC リナ、あー、だだだ先月私たちは被災地を訪れました。正直復興まで長くかかるかなと思いました。しかし私もずっとずっと支援します。それでは聴いてください、プレシャスワン。広い世界で一人でもそれでいい、優しさ裏切り体ごと受け止めてくれる、いつもあなたのそば私がいるよ、私のそばあなたがいるね、生まれる前からそう互いに感じてた、あなたのそば私がいるよ、私のそばあなたがいるね、あなたに会えてよかった、いつも心配してくれてありがとう、感謝してるよいつも大好き、いつでも帰っておいで、抱きしめてあげるよ、あなたはとってもだいすき、心開いて瞳開けて愛し続けて、いつまでもこのままで、プレシャスワン。私たちは東日本大震災を忘れません。そして復興までの道のりをずっと見守っていくことを誓います。はい、音ちょっとおかしいね、ごめんね。ほんでリナが来ます。はい、ここで言えますね。はい、ここで入れ、どんどん。この曲は子ども地球サミットテーマ曲のボーダレスです。
ちょっとうまいことこう考えないですか。はい。小さかいというちっぽけなものがなかった昔、私たちは自由にこの星を飛び回ってた。海の彼方から泣く声が聞こえてるのに、私たちはいつも気づかぬふりをしていた。誰もがおかしいなぁと気づいているのに、そう誰も知らぬふりをしていたんだ。イエーイ。ボーダーレスピーポー、私たちに自由も笑ったり泣いたり慰め合ったり、ボーダーレスピーポー、私たちに平和を、そんな時もう一度取り戻したい。ここで終わりですか。これで終わり。はい、じゃあここで MC。 ボーダーレスピーポー、ボーダーレスピーポー、はい、はい、ボーダーレスピーポー、ドーム抜けだけど、まあ、なんとかなんとかなんとかで、ぐる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 、相当時間、はい、あ、C、はい、CNC さん来ました、こんばんは、ありがとうございます。私は他人事にしてはいけないっていうことを学んだ。先月私は被災地を初めて訪れてきました。そこには何もありませんでした。被災地の様子はテレビや YouTube で見ていたけど、実際自分の目で見るとここは干ばつに侵された東アフリカなのっていう光景でした。取材ノートに何か書かなきゃって思いましたが、何も書けないぐらいにショックでした。と同時に自分自身のことも恥じました。私は子ども地球サミットにずっと参加し、世界中の子どもたちと友達になるって言っておきながら、どこかでこの震災を他人事にしていました。皆さんはどうですか？他人事にしていませんか？明日同じような震災が起こっても生き残ることができますか？私は被災地を見て涙し、他人事にしてはいけないってことを友達や家族に伝えたいと思いました。そしてその気持ちを歌にしました。聴いてください、ノンタイトル。私は笑った、なぜだろう、あの日が来るまでは、あのことが起こるまでは、私は笑った。なぜだろう。あなたも
が泣くとあなたも泣くから、だから私は笑う、私が笑えばあなたも笑う、あなたが私の心の中にいる限り、私が泣くとあなたも泣くから、だから私は笑う、私が笑えばあなたも笑う、あなたが私の心なりました。ももりん来ました。こんばんは。こんばんは。ここだからもうディナもみんなマイク持ってるから、はい、ここの前奏とかも考えないから明日、はい、最後この曲は全員でとりあえず歌うことが目的。はい、はい、花が違っても風の匂いが違っても、二人を包むオレンジ色の空はたった一つしかない。太陽が西へと帰るように、私はあなたの腕の中で静かに眠る、夜が下を隠しても太陽が目覚めるとき、私の中に新しい何かが生まれ始めてゆく、明日はきっとやってくる。
死んでるのを舞台の前で見させてでさ今のところもあのところ言う人間ともうあずとかはさもうここ最後皆さんどうもありがとうございましたとかちゃんとやってね OK はいバージョンでいきたいと思います。はい、すっきりした。今ねごめんね裏でね俺今映像書き出し中だったんだ。だからパソコン重くてさカクカク音が。じゃあ今のタイムよりも少し短くなるのかな。短くないし途中止めて余裕です。全部でやって18分台です。今のが大体、うん、頭ちょっと切れてたんですけど21分ぐらい。あ、もう一緒一緒。ね、18分台で終わると思います。はい、はい、伸びて、あずのところが伸びても19分。1曲だけのところだったやってる途中にたくさん来ました、うん、こんばんは、はい、こんばんは。南も来てる。喉がまだ治ってなくてガラガラでごめんなさい、うん、歌が歌えなくて。ひなみちゃんがね顔文字送ってくれてるんだけどね怖いわって送ったら可愛いんですってひなみなんか最近フェイスブックでさわっきわかるのハマっててさ本当延々となんかゲームやってるの、なんかハマってるのって言ったら面白いですとかって言って。最近みなみのギャグがねシアノシーさんもそのぬいぐるみなんか誰が入ってんのって言ってるしほのか25日来れるようになったんですね。お島祭り。ああ、ほのかはね、25日読んで、次の日こっから、そう、みなみちゃん来るんだよ、その日な。そう。で、誕生パーティーやってる。ああ。はい。
でもその日地獄で、あ、その次が地獄、後藤ちゃんの合宿、あのもう追い込むっていうな、うん、後藤ちゃん基本的に愛がないよ。あんな甘い甘い勉強って言って一回ご教科そんなんで通ると思ったら甘いよって言って一回伊豆さんいいっすか本気で、ただ怖いですよって言って、いやいいよやっかやって、ほんと本当にないと、それに前も参加する。いやでも後藤さんの塾の指導はためになると思う。うん、え、言うて、だってさ、うちちゃんとあれだよ、うん、受けてるもん。はい、終わりです、今日は OK です。じゃあ、次は明日稽古を来て、なるべく早めに来てね。でシラッチは3時までやるから、終わったらすぐ走っていく。はい、OK。 じゃあ明日、明日投資を何遍もやって完璧に、で小学生の動きとかはちょっと見てやって、かっこよくなる。リサのダンスも、そうそう、リサ私練習します、ちょっと。あ、頼むわ。でその前のところ、はい、もう 見どころ。でもやっぱりリサセンス言うな、やっぱりの、すぐ映像見てできるんです。できるよね、よかった。オッケー、衣装もかっこいいし、かっこいいし、でもあれ靴で踊れるかが不安。靴の色も合わせた方がいいよね、なんかみんな黒しか持ってない。黒でいいよね、逆にみんな黒。あれ下履かなければステージも絶対危ないから履けた方がいい。全員黒な。はい、統一。はい、OK です。はいはい、チリです。じゃあそれでは来週の番組の予定なんですけど、はい、次の、あ、しめさん、はい、はい、次回は次回は8月の20日月曜日15時からギターレッスンで、22時から、音の初麦をお届けします。ウッシー見てる？音の初麦でおじさんぽ流します。おー、楽しみですね、それは。そしてその次が23日木曜日、子ども地球サミット広報番組再放送、これですね、はい、この番組を再放送でお届けします。そして翌日25日は、ちょっと芝高原祭りのためお休み、特別企画がありました。その前に24日ミギちゃんが泊まりに、あ、ここにタイムラインにいるミギちゃんがなぜかウキウキで、はい、名古屋からうわふわで、で伊藤さんはいいよって言ってあげました。ちょっと腹立つけど、で訳ありでミキも25日一緒に行きます。はい、訳ありです、皆さん、はい、その後ミキはどっかに訳ありで伊藤さんから離れてどっか行くみたいだけど、夜は戻って、ここにまた戻って、ちょっと訳ありで、訳ありで、訳ありで、はい。まあ大芝居だから、じゃあでもな、やっぱりインパクトあるようにやろうね。でビデオ撮ってもらって、ビデオの記録だけ頼むな。あ、トビさんが、okay、その日の夜ここでもうすぐ見たいじゃん。で編集してまた。私喉治さないとやばいな。本当だね、お前一週間。シアノシーさんが喉のうる、喉のうる濡れマスク、喉のうる濡れマスクです、ね。そうなるの？あ、水のフィルターが入ってるんですよね。まあ、シアノシーさんが教えてくれた。喉のうるって書いてある。まずそれで、ディナ本当そうだよ、考えたらお前一週間だ。やばいやばい。もう学校休んでいいよもう。やだ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 、行く。学校休んでいてどんなや。治してくれ、病院や病院。薬や、やっぱ薬。薬飲んでる。どう？タオル前で寝る。うん、頼むで。お前ちょっと風邪ひいたぐらいで、風邪ひいて、ちょっとあの、ね、寝込んで、ちょっとぐらい、あの、やつ出るとか。なんで？最悪や。衣装が、ダンスの。言わんとこはあるところ。そう。ごめんごめん。あと言いやすいから言ってるだけだ、ごめんね。そういうのやだ。そうだ、ごめん。全然。そうそう。で、なんだっけ？25日頑張ろうよね。だから明日練習で、はいはい、明日部活終わったら、俺今回楽しみがでさ、マイカだけでやるんだよ。伊藤さんいつも出てたけど、でシアトルも誰も出ないじゃん。だから本当にマイカ多分ギターが一生懸命だと思うの。だから盛り上がりはもうディナーとかマイク持つやつだから、どうやって空気を作るかだよ今回。伊藤さんは客席でこう見てます、ね、見てるよね。ちょっと心配かもわかんない、胃が痛いかもわかんない。まあ、酒でも酒飲んで胃が痛くならない程度に何やっても笑えるぐらいの酒飲んだもん。あ、スマイルさん、あ、このナナナナナナセナナセちゃん、
どうもありがとう。ありがとう。ありがとう。お、大芝見るよ。ありがとう。ありがとう。去年も見てくれたんです。はい。はい、ありがとう。嬉しいね。ありがとう。じゃあ来週ミキも来るし、頑張ろう。はい、じゃあ終わろうか。あ、つないでください。エンディングの用意を忘れて。はい。それでは、大芝頑張りましょう。頑張りましょう。まだまだ、はい、まだね。あのですね、すごい。ハンドなんですよね、私たち22日と23日は登山なんです、はい、登山で1日振り替え休みがありの25日は大芝祭りで出ますよね、出ます、出て、はい、その次の26日は吹奏楽部は、はい、斎藤記念フェスティバルのマーチングがあって松本に行ってくるのです、はい、なのでとってもハードで、はい、ほのかはもっとハードだね。それ以上に勉強、受験勉強。でもほのか登山がないから。登山？あ、行かそこ。さすがに。ちょっと。なんで行かせ？なんで行かそこ？登山に権限が。いや、ついてってちょっといじめ。なあ、なんか生意気だし最近あいつ。なんで？登山行った方が寂しくないでしょ？みんな。はい。荷物ショートある。お前らの荷物重たい？めっちゃ重たい。じゃあショータ。ありがとうございます。お願いします。じゃあショータ行かそこ。派遣するよ。派遣。まあショータにはこれ嘘つかなきゃいけないね。この荷物はあのほのかのって言って渡すなら。そう、ほのかのって言えば全部。嘘つかなきゃって名前言っちゃってそこ。玉木さん大爆笑です。あと、なんで、ああ、あれじゃない？頭も使うじゃん、登山。久米田行かそこ。あ、ぜひぜひ。家帰ってから勉強するの大変じゃん。うん、でもふもとで勉強、テストとか宿題、もう渡しとくわけ。で久米田にやってもらう。どう？意外と体力あるよ。体力いないよ、勉強してくれたら別に山の坊じゃなくて頭脳だけ、山の坊主はほのかと上条、上条先輩に荷物持ってもらわないとお願いします、お願いします。あ、KC の発表楽しみだってありがとう、ありがとう、ぜひ、ありがとう。彼女は何部の子？陸上部です。あ、マルシャー、かっこよ、陸上部とか真っ黒じゃん。いや、そこまでもないけど。かわいい。かわいい。とっても可愛い。じゃあ前がおかしいんだ。なんで前でかいんだよ。でかい？あ、で前、前。黒いでしょ。前、吸収しちゃうんじゃないの？わかる。でも前ちゃんの吸収はわかるな。すぐ吸収するのね。あ、前おかしいな。はい、エンディング用意できました。はい。はい。あ、すいません。この番組、ちょっと今、また間違えてます。あ、本の子がアーンってあーごめんなさい、ごめんなさい。ほのか、ほのか誕生パーティーもやってやるけど、その日勉強と大変だな。すごいね、登山も行かなきゃいけないし、登山も行かなきゃいけないし嘘ですよ、本当に嘘ですよ。翔太行きそうだけど学校だよ。来年も応援やな。そうですね、はい、はい、はい、それでは、来週25日は大芝祭りです。ぜひ、予定が空いてる人は応援に来てください、はい、見に来てください。はい、そして、はい、9月の1日が広報番組です。ぜひ見に来てください。そうだと思うか。あ、なんか話あ、ウシーも現場よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ほのか、てんてんてん。ごめんなさい。はい。違います。はい。あず、りな、バイビー。いきなりすぎない？なんで？
私がいるよ。